はい、どうも、リンリンパラレルのリンとです。というか、間違った。リンとして春リンとして春、バトルブロックシアターパート3です。はい、リンリンハローパラレル、リンリンパラレルのリンとです。やりましょうよ。リンとです。おとなしくベクトやりましょう。リンとです。面白いんでこのまま使います。ベクトやりましょうということで、はい、それと、はい、どうぞ。はい、魂分離プロジェクトをローダーズよりやってまいりました、秋山千春です。はい、ということで、バトルブロックシアター、パート2、パート2、パート3 もうダメだ、ボス戦行くだ。パート3です。はい、ボス戦らしいですね。頑張りますよ、行ってきます。なんか、猫の口の中に入った。なんじゃここ。シアターっていうぐらいだから、そういうことよ。You have to run. You cannot walk. For this is a race against the clock. ボス戦は時間制限があるんです。バックラ増やさないでくださいよ。系統取れるんだ。行けました。私は行かん方がいい。千春氏行くんだ。あの安全を取って取るんだ。よし、オッケー。オッケー。よしよしよし。時間はちょっとギリギリだ。ああ間違った。行ってはいけないのか。届かない。進んで。オッケー。無視して進んで。オッケーオッケー。ボス戦はもう片方が死んでも無視するスタンスで。オッケー。Oh my goodness, great!
いや、足めっちゃ伸びてんだけど、怖い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 。あ、ほんとだ、ずるい。イエーイ。お、チャプタークリアした。確かに、最善を尽くすよな。しかし、謎めいた場所だ。そこは遅いんだね。私は思うな、これにこれ、ちょっとしたアドバイスだ。ヘッドクロックという嫌な場所に打ち込められる前に、脆い表記を毛布に織りなす滑らかな布を置き、早いんだってだから、歪んだ、おー、ふい、保っている。いいか。最後しか読めない。いずれにしても、どんな、とんで、おう、お友達を救い出して、ボート、彼らはそうするはずだ。そして冒険には彼がいないと。世界最高のシェフ、彼の料理はうますぎて一口でケアされるほど、頭も爆発しそうになる。バンピシャンパン、変な読めない。コウモリの牧場、コウモリの牧場は？スーパーコウモリを生み出すこと。何？どういうこと？でもあまりにも無謀な彼はコウモリ恐怖症。コウモリ恐怖症でコウモリの牧場は意味がわからない。最高の語りで語りてほう。しかしチョコレートみたい、あ、だから早いんだって。そして彼との、イケメンのこれ、イケメン、イケメンとは、イケメンとはみんな嫌がってひどい恐怖だ。そしてハッティ、まさしく親友だのになぜ彼を裏切ったんだ。だって今朝はみんなに親切にしていた。それが、いや違う、騙されないぞ。ハッティは絶対に裏切らない、裏切るなんてありえない。何を言う、何かにおう、なんだって。読めません、助けてください、読めません。なんだって、見た目は、と赤く光ってるし、みんなの常識だ。どんな危険か、肉手を待ち受けているのだろう。それはわからない。でも注意して床に進んでいてくれ。決してへまして死なないように。全ては君に託された。死にまくってんだよ。なんでそんなことを。怖いじゃないか。怖いじゃないか。怖いです。はい、こっち行けと。これはどういうことだ。こうして、あ、私の上に乗って。これが僕の方ではどうやればいい。お、できた。これ上に、上に行けっていうことなの。じゃあ多分次回のステージで使うんでしょう。ああ、なるほどね。こっちには行けないもんね。なるほどなるほど。じゃあ上なんもないです。どうします、この辺で一回切ったこと。この後新しいステージってことだよね。今回は意外と短く済んだぞ。よーし、パート3はこんな感じです。ということでパート4に続くよ。というかこれパート何本までになるんだろう。なんかわかんないけどいっぱいやるよ。ということで以上、リントと秋山千春でした。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。あと、ツイッターもやっておりますので、概要欄よりフォローお願いいたします。